遥かに広がる海を表現した彫漆の箱です。白、青、濃紺といった色漆を何層も塗り重ね、彫刻刀で彫って波のグラデーションを表現しています。岡山市の岡山県立美術館の日本伝統工芸展では271点の工芸品が展示されています。こちらの涼しげな色合いの着物は佐賀藩に伝わる鍋島更紗の技法を復興して作られたものです。植物を思わせる模様は木版で押した後、上から色を重ねてつけられたものです。どこかモダンな雰囲気の備前焼の花器です。深いチョコレート色から明るいオレンジ色へと変化するタスキのような模様がアクセントになっています。日本伝統工芸展は岡山市の岡山県立美術館で来月3日まで開かれています。